ここは元沈みそうな国グランシップ。元沈みそうな国？そう、でっかい船でそれが一つの国だったんだ。そして僕らの飛空艇でもあった。ああ、ディズの言っていることさっぱりわからないのは私だけ？さすがディズさん。おかみさんたちは酒場ね、きっと。みんな元気かな。行ってみましょう。何話してんの？来週からまた税金が上がるらしいって噂についてさ。食料品から医療品、日用雑貨、書籍に酒、どんなものにも高い税金がついてくる。まったくこの国は一体。あれ?元気だったかい？うん、おかみさんもダッチさんもラッチさんもお元気そうで。おお、よく見たらティズじゃねえか。ずいぶん長い間寝てたんだってな。その節はずいぶんお世話になったみたいで。なーに、大したことはしてねえよ。全然変わってないね、この酒場もみんなも。地図をこの国に運び込んでからこの船もいろいろあったんだぜ。そう、いろいろあったね。1年前とうとう動力がうんともすんとも言わなくなっちまって、このクレーター跡の湖に着水して以降ずっとプカプカ浮いたまま。もう飛ぶのも航行するのも諦めて、みんなでここに国を作っちまったのさ。へえ、それ以来ずっとこの場所に？ああ、戦災にあった人や身寄りのない子供、いろんな奴らを受け入れ続けて、今じゃ新しい国になりつつある。神聖グランシップ共和国、どうだ、いい名だろう。おかみ、今戻った。頼まれていた品は表に積んで。おお、お前らも来ていたのか。あ、アナゼル。暗黒騎士のアスタリスク所持者、暗黒騎士アナゼル D、 公国の最高意思決定機関6人会議の一員であり、イデアの幼馴染でもある。公国軍元帥ブレイブの腹心の部下であり、その任務ゆえ世界中を飛び回っている彼だが、果たして今は何をしているのだろうか。おやま、ご苦労だったね。うん、あんだけあれば当面は大丈夫。大助かりだよ。お礼に一杯やっておくれよ。ああ、後でまた寄るよ。一杯と言わず好きなだけ飲ませてやんなよ、おかみさん。広告軍の暗黒騎士様を宅配代わりに使っちまうなんて、おかみさんくらいなもんだぜ。ちげえねえ。さあ、今日は大宴会としゃれ込もうかね。あたしゃ腕によりをかけちゃうよ。うん、やったー。おお、
はあのゼネウルシア家の、その若さで三獣士のリーダー。いや驚いたね。いやそれほどでも。こっちもすげえぞダッツ。このお嬢さんは月から来ただってよ。よろしくね。あ、あら、おいしい。わー、おかわり。あいよ。アナゼルのおじちゃん。お、来たな。よし、みんな一列に並ぶんだ。今日はあったかいスープもあるぞ。わーい。それとこれは俺からみんなにだ。うわー、ノートと鉛筆だ。やった、ありがとうアナゼルのおじちゃん。ずいぶんと慕われてるんだね。この国が支給してくれるパンや食料、文房具を配るのを手伝ううちに、いつの間にかな。いい国だよここは。孤児たちがあんなに生き生きとした目をしていられる。あ、そうだね。くったくった。相変わらずの見事な胃袋だなお嬢ちゃん。ちげえねちげえね。おかみさんには毎度毎度ごちそうになってばかりで。こんなごちそう作ってもらってただ食いですか。ただ食いって何よ。人聞き悪いわね。いいわ、たまにはちゃんと支払いしないとね。おかみさん、いくら。あ、いいんだよそんな気を使わなくったって。いいからいいから。そうかい。あ、じゃあ全部で182万と5890ピークね。ああ、端数はおまけしとくよ。ちょ、なんでそんな高いの。最初に言ってただろう、この国は増税に次ぐ増税ですごいことになってるって。間違ってない。国のお偉いさんがみんなで決めたことだ、仕方ねえだろ。私ちょっと文句言ってくる。ユン、支払いよろしくね。あ、逃げましたね。税金、一体誰が決めてるってのよ。ですから、この国の税制を決めているのは議員全体の総意としてですな。つまり国民の総意で選出された議員の総意ですから、国民の総意とも言えるわけでして。こんな超重税誰が望んでるっていうのよ。議員一人を捕まえてそんなに毒を吐いても何の解決にもならんぞイデア。だってああでもないこうでもないしどろもどろで我関せず、ああイライラする。完全にまどろみ議会になってんじゃん。手厚い福祉を維持するために多少税金が高く設定されるのは仕方がないことだ。多少、みんなでちょっとトンちゃんしただけで代金7桁も取られる税金が多少だっていうの。働くことができない子供たちや老人の生活をカバーしてやるにはな。俺があの子たちにパンや文房具を配ってやれるのはその高い税金のおかげなんだ。それにしたってちょっと極端すぎなんじゃないの。まあお怒りはごもっともですが、今後は税制も変わることですし。
何？国の財政の危うさを憂う議員連なる団体が発足した模様でして、その決起集会が旧動力路エリアで開催されており、主だった議員すべてが参加しております。どうやら大規模な減税にシフトしていくようですな、この国の政策は。それは大助かりだね。でも子供たちに配るパンやスープはどうなってしまうのだ。ねえ、ダッツさんたちが言ってたでかいじいさんってどう思う？あれ、ノルゼン教授じゃないですかね。そうだよね。トロルのような巨体で、割れ金のような大きな声、とんがり棒を引き連れてたって言ってましたし、きっとイスタンタールの研究員たちでしょう。ティズを蘇らせるためじゃ、バカ者。ダッチさんも最後はそれで引いたんだってね。僕を蘇らせた奇跡の霊石、一体何なんだろう。キラキラしててカクカクしてたよ。金属のような石だったわね。初めて見たわ。でもティズさんを蘇らせられる確率は五分五分だったそうですよ。ノルゼン教授は予見されていたようです。終末の世界、エンドレイヤーを、そしていかに対処するかをずっと考えられていました。そのキーパーソンがアニエス様、イデアさん、そしてティズさんだけど、僕は眠りについたまま。ええ、でも教授はティズさんのカルテを見て気がついたそうです。膨大なエネルギーを瞬間的に流し込む術があれば、あるいはと。それでここグランシップに霊石があるの？そうです。グランシップがこの世界に現れ、その調査隊第一陣の報告に霊石のことがあり、そうしてとんがり帽子を引き連れて深海の霊石の大調査。でもそうこうしている間にグランツ帝国が挙兵、広告軍総司令部は帝国によって陥落。はい、ノルゼン教授は一人で困っている俺にイデアさんを差し向けてくれて、ティズさんを蘇らせるため深海の霊石を授けてくれました。そんなものがあったなんてね。だいぶ調べたんだけどな。帰り際に紛れ込んだのなら可能性はあるかもね。それにしてもこのグランシップ、とてもユニークな形状をしているわよね。おかみさんが言うには3000年だか4000年だか前から一つの国だったみたい。海賊が作った国とか言い伝えがあるんだよね。至る所に古い帆船やガレー船があしらわれているのはそういうことだったんですね。この船の奇妙なところはそれだけではないわ。例えばほら、あそこ、あっちも。シャジッタの里で見かけた機器や装置がそこかしこに。それは私がいた月の建物でもよく見たもの。グランシップが月やシャジッタと同じ文明から発祥しているというのかい？発祥、あるいはここがルーツとか。まさか。それにしてもいくら僕の名を出されたからってあのダッツさんがおとなしく引き下がるとはね。おとなしく？あれ、聞いてないの？物陰で実況していたラッツさんによると、流れるような動きでダッツさんの背後に回ってチョークスリーパー、そして落ちかけたダッツさんを雪崩式バックドロップ、
それは見事な放物線だったらしいわよ。なんと、ますます何者なんだい、あの老人は。案外この船は教授の大暴れのせいで飛べなくなったのかもね。ダッツさんたち風に言えば、ちげえねえ、ちげえねえだね。これから始まるという訓示とは一体誰の訓示じゃ。さあ、この度大減税策を引っ提げて議員になったやつらしい。一体誰じゃ。よっ、PR。 これよりマヌマット税制担当大臣よりありがたい訓示がある。心して聞くように。皆の者、ご苦労ご苦労。時魔導士のアスタリスク所持者、時魔導士、丸め込んだ丸まった八世、前ラクリーカ国王にして広告軍の一員だったが、イデアたちに悪事を暴かれその座を失う。本人は自らの正確さを誇り秒針王と名乗るも、実は気の小ささを揶揄してそう呼ばれている。果たして今は何をしているのだろうか。皆も知っての通り、この国は動力を失ってもはや飛ぶことはおろか航行することもできない。言うまでもなく、以前は太陽の中心という抜群の立地と豊富な海洋資源で潤っていたのだが、動力が止まった今、この有り余る木材を削り出して国民総出での民芸品作りの毎日、国民の連日の細かい根気のいる作業には世も頭が下がる思いだ。だが残念ながらこの国の総生産額は総支出額のわずか2割に過ぎない。このままでは庶民への手当が厚いことで名高い我が国の経済も一月も持つまい。そこで先日の減税令をさらに手直ししたので、ここに新たに交付することにする。所得税、住民税、生鮮食料品税、穀物税、調味料税、衣服税、その他合計30の税を撤廃する。これにより我が国の総生産高は飛躍的に増進し。ちょっと待て。何かな。今言った税を全て撤廃したりしたら、この国の手厚い福祉など到底維持できない。子供たちへの福祉はどうなるんだ。無論それら国の負担も全てカットする。何負担だと。そうだ、行き過ぎた福祉などこの国の経済にとってみれば負担でしかあるまい。お主、このグランシップで一かけらのパンがいくらするか知っておるか。7000ピークだよ、7000ピーク。他の町では10ピークにも満たないパンがだ。チーズが8000ピーク、サバの缶詰が9000ピーク、ハムが1万ピーク。一体何なのだこのバカみたいな物価の高騰は。全てお前らが大事に大事に守ろうと躍起になっている手厚い福祉のせいであろうが。身寄りのない子供たちが繊細に喘ぐ人々に手厚い福祉をして何が悪いというのか。悪い？
悪いとは言わぬよ。要はこの国の財政状況においての現在の福祉は明らかなる害毒だと言っておるのじゃ。言うにこと書いて害毒だと。貴様そこへ直れ。思い描いた理想がまばゆすぎて現実が見えぬか。愚かな男だ。お前はこの国の財政がどれほど危険な状態にあるのか知る必要があるな。係官、現在の福祉を維持した状態でこの国の財政が何日持つのか計算するのじゃ。は？それは遅い。14日と21時間52分じゃ。正解。つまり約半月でこの国の経済は破綻じゃ。そうとは。そうとは限らぬかもしれん。ああ限らん。先月のように偶然戦争から歴史的な価値のある財宝を積んだ船が発見されたり、先々月のように他国に借金を頼みに行ったり、いろいろと頑張ってはいるみたいだがの。要はこの国の税制担当大臣であるぞ。要に税制の説教など1000万年と4ヶ月ほど早いわ。おお、そこにおられるのは元帥閣下の御令嬢イデア・リー殿ではありませんか。イデア殿ならば世の言っていることが正しいことはお分かりでございますな。でもイデア、言ってやる。減税などして、たとえ国の経済が回ったとしても、福祉をカットするような国に未来などない。子供たちを痩せ衰えさせて、大人たちだけが肥え太る国などいらんのだ。身寄りのない子供たちにパンやスープを配り、文房具を配り、学校へ通わせる。その結果、それを支える大人たちが重税にあえぎ、国の財政の破綻は火を見るよりも明らか。ほれ、こうしてる間にも国の借金はどんどん増え続けておる。悩んでる暇などないぞ。どうするのかな。これはエタルニア公国の元帥の娘らしいぞ。あの人ならばこの事態を何とかしてくれるやもしれんの。あの人の意見も聞いてみたいものだ。あのの福祉を維持するためにも減税すべきじゃないわ。なんと正気か。この小娘は確かに国の経済が破綻しそうなのに福祉に力を入れるなんて一見おかしなことのようにも見える。でもそれは国というものが一つの家族だとしたらどこも変じゃない。家族の中に年老いた老人がいる。そして生まれたばかりの赤ん坊もいる。彼らは働くことができない。だからといって彼らに職を与えない国家など価値があるのだろうか。そうだ。そんな国家、そんな家族に存在価値などない。これはなんという暴論。老人や赤子に職を回すために働ける者が重税にあえぐ社会のどこが健全だというのか。
暴論はどっちよ。弱者を守れず切り捨てる社会こそどこが健全だっていうのよ。えい、あくまでも世の経済復興策を退け王国の道を歩ませるというのか。もう一度問う。国を治める者としての覚悟を持って返事をするのだ、イデアリー。この分からずやめ、世の覚悟身をもって知るがよいぞ。偉大なる元ラクリーカ王にして税制担当大臣、時魔導士のアスタリスク所持者、丸め込んだマグマット、いざ参る。行きますよ。
世の華麗なるカムバック劇が また一からやり直しとは。くぅ、待ちなさいよ。さすがはイデアだ。俺のシーンを組んでくれてありがとう。これであの子たちにもひもじい思いをさせずに済む。アナゼル、もっともっといいものを食べさせ、立派な学校も建てて通わせてやりたい。アナゼル、どうこした福祉はダメ。かえって逆効果よ。確かに子供たちはこの国の宝よ。でも宝を守る国家があってこそのものでもあるの。まずは子供やお年寄りに必要最小限の福祉を約束する。そしてその最小限の福祉を維持できるくらいの税を他の働ける人たちに負担してもらう。それが健全な国家財政ってものよ。理想だけを追いかけて、いわゆる一般の人に無茶をさせちゃダメよ。ああ、そうだったな。ごちそうさまでした。あの毎日僕らの食べるものやノートや鉛筆を ありがとう。お前らガキンチョはそんなこと気にすんな。そうそう、俺たち大人に任せときゃいいんだよ。うん、じゃあ学校行ってきます。行ってきます。とはいえ、また日用品の税金が軒並み上がるらしいじゃないか。困ったもんさ。このチーズ一かけらが2万ピーク、その9割が税金。そのうち税金にまで税がかかったりしてな。その話ちっとも笑えねえな。なんか景気のいい話はねえのかよ。どうしたの？浮かない顔して。うん、マヌマットの減税策を退けてあの子たちの笑顔を守ることはできた。でもマヌマットが言っていたこの国の経済が破綻する日は刻一刻と迫っている。私の判断は果たして正しかったのかしら。さあどうなんだろうな。私は正気だよ、アナゼル。確かにアナゼルが守りたいと思っているこの国の手厚い福祉は立派なものだわ。でもそれはあくまでも国が、国の財政が維持できた上でのこと。国が破綻して国民全てが路頭に迷ったら福祉が手厚いだの薄いだの言ってられないはずよ。いいで、お前も国家を重んじて弱者を切り捨てるというのか。そうじゃない。黙れ。こいつの衛生減税策に賛同するというのならば、まずは俺を倒してからにするのだな。さあしっかり覚悟を決めて返事をするんだ、イデア。
ならば力ずくで止めるのみだ。イデア、覚悟。我が名は暗黒騎士アナゼル・ディ。民を顧みぬ者に怒りの鉄槌を下す者なり。全力だ。水閣下のご令嬢、護衛団です。これにてこの国の経済は必ずや持ち直すでしょう。財政が整ったら今度はインフラ整備です。強大なこの船を
再び大空に浮上させるプロジェ。うるさい。なんでそう極端なのかな。アナゼルもあんたも。財政が整ったらインフラの整備、この船を再び大空に浮上させるプロジェクト、違うでしょ。まず大事なのは財政の安定。もう極論ばっかりで熱くなってないで、なんでちょうどいい政策ってのを出せないのよ。大の大人がガン首揃えてしっかりしなさいよね。はい。ねえねえ、こないだと同じようにドンちゃんして、今だったらどのくらいの代金になるの？そうさね、1280ピークってとこかね。うわ、何それ、信じられないくらいに安くなってる。それならいくらイデアさんでもちゃんと支払えますね。どういう意味よ。食品にかかる税金が大幅にカットされて、物価もだいぶ下がってきたみたいで、ほんと大助かりだよ。大規模な減税で商業区もだいぶ活気づいてきたみたいだしな。うん、お腹すいた。ペコペコだよ。反面福祉の大幅なカットのしわ寄せはこいつらガキどもに行っちまってるみたいだな。あれからアナゼルは？いや、一度もすっかり顔を見せなくなっちまった。孤児たちのためにいろいろ飛び回っているらしいぜ。ほら、昨日の残りもんだけど、みんなこっち来て食べな。ありがとう、おかみさん。私はこの国の財政を破綻させないためにマヌマットの大規模な減税策に賛同した。でもそれは福祉を大幅にカットすることでもあった。私のあの判断は本当に正しかったのかしら。さあ、そろそろ俺たちも出かけるか。今日の現場はどこだ？第54倉庫の廃材の撤去と清掃だとよ。うっし、頑張ってしっかり稼ぐぞ。それじゃあイデア、またな。